岩手ワンコ広報室。今週のテーマは生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポマッチング支援の取り組み。令和4年の岩手県の出生率は前年から減少。その要因として未婚か晩婚か婚姻件数の減少が挙げられます。そこで平成27年度から県、市町村、民間団体などが連携、オール岩手の体制で生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポを設置運営しています。センターは3カ所、他の地域でもスタッフが出張してお出かけアイサポを開催しています。アイサポでは会員登録していただいた県内在住の男性女性の方に1対1での出会いの機会を提供するお手伝いをしています。これまで延べ4000人以上の方々に登録していただいていますが、成婚された方が400人を超えております。アイサポに登録した約1割の方々が成婚に至っているということをぜひ皆さんに知っていただけると嬉しいですね。令和5年度に実施した会員登録料無料キャンペーンにより会員数が増加。以前よりもマッチング機会が増していることに加え、今年度は利便性の向上にも取り組んでいます。令和6年度にアイサポのマッチングシステムの改修を予定しています。これまでは直接センターに出向いて入会登録手続きやお見合いの申し込みをしなければなりませんでしたが、オンライン入会や自宅での情報閲覧が可能になります。また性格診断マッチングや趣味検索などの機能も新たに追加します。プライバシーは保護しながらより気軽に活動できる仕組みにしていきますので、ぜひアイサポへの登録をご検討ください。県や市町村、民間団体などが連携して運営する生き生き岩手結婚サポートセンターアイサポ、理想のパートナー探しをサポートします。ぜひご利用ください。岩手ワンコ広報室、次回もご覧ください。